それでは、キヨン君暴れすぎ大丈夫か。はい、次のコーナーに行きたいと思います、うん、はい、次は第7回放送でも紹介したブログ、うん、白い猫の末子ちゃんを紹介したいと思います。お、それでは VTR どうぞ。ブログ白い猫でおなじみの白猫の末子をご紹介。今回はバースデー記念特集。愛と美貌と笑いにあふれた末子の魅力に迫ります。末子は猫女学院の女子学生という設定。人通りのマナーはお手の物。まず飼い主の手を煩わせることなくブラッシング。歩くときはこのように脚線美を意識。手を添えるときはそう、まるでそこに一輪の花が咲いたかのように演出。相撲の稽古に励み、どんな敵にも立ち向かいます。お気に入りのラタンチェアでは毎日たっぷりの睡眠をとります。これが美貌の秘訣かも。猫女学院の挨拶はごきげんようとのことなのですが、おっと、これは男らしいごきげんようだことで、時にはめちゃくちゃ新聞に酔いしれることも。やたらくしゃみが豪快だったり、キャットタワーではこんなドジっ子っぷりを発揮しました。普段はとても上品な末子ですが、気を抜くと、末子さん、また旅で顔が変になってますよ。こんな笑いにあふれた末子の生活にも3月11日、東北地方太平洋沖地震の影響を受けました。本当にいろいろなことがあった18年間。書籍の出版、インタビューを受けたり、雑誌に載ったり、
大変なこともあったけど、何もかもがいい思い出です。そして2011年4月25日、桜の花が咲く頃、末子は無事19歳を迎えました。みんなからのプレゼント、たくさんのメッセージ、たくさんたくさん愛されてる末子、本当に世界一幸せな猫さんです。シニア界きってのアイドル猫末子、これからもゆっくりまったり末子らしく暮らしていくのでした。いかがだったでしょうか。ブログ白い猫はちょっと指がさせないんですが、こちらになります。末子さんね、19歳を迎えたということで、はい、ね、元気でよかったです ね、 ちょうど相変わらず美しいですか。ねえ、ねえ、あきゃそれねって言って、そっかねって、ね、前番組でやった時ちょうど18歳のお誕生日を迎えたばかりでということで、ね、うんうん、頑張ってね、僕も長生きしようね。うん、ね、地震とかいろいろあったみたいで大変でしたけど、そうですね、うんうん、その中わざわざ映像を送ってくださって、はい、末子さんの飼い主さんありがとうございます。でブログの方もね、すごくおしゃれで面白いブログですので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。うん、元気が湧いてくるよ。はい、はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。ほいほい、